贈り物ですか？誓いの指輪ですよね。律儀に呼び出して小さな箱を隠し持っているとなるとさすがにわかりますよ。落ち込むのは自業自得です。からかうのはこの辺にして、受けたまわります。受け入れます。あなたのことは愛しています。